皆さんこんにちは。集客コンサルタント横田修林です。今日お伝えするテーマはこちら、業界別集客アイデア100の本に入りきらなかった事例を一つ紹介したいと思います。この本の中では様々な業界、100の業界について集客事例を紹介していますが、今日は自動車学校の集客というものについて考えてみたいと思います。ではこちらの事例をご覧ください。はい、こちら前から注目している、自動車学校なんですが、南福岡自動車学校さんかな、というところがあります。でここはなかなか面白いことをやっていますので、ちょっと紹介したいと思うんですけど、何やってるかというとですね、ここに、今着ぐるみの人がね、映ってると思うんですけど、この着ぐるみの格好を着てですね、街中を歩いて、パンフレット配ったり、チラシを配ったりしているわけですね。こんなことをすることによって、何が面白い自動車学校はとか、変わった自動車学校があるよね、みたいなことも、やっていると。このような着ぐるみとか、全身タイツを着て街中歩くってことは勇気がいるんですけど、非常に反則効果はありますよね。さらには、車もこれかなりラッピングされている車だと思いますけど、こんな車で街を走っていたら、目立つと思いますしね。このようなことをやっていると。で、下にありますように、これ、警察庁が発表している運転免許統計によると、2016年の教習所の年間卒業生数は150万人で、ピークだった91年から100万人も減少していると。で、教習所も約200以上閉鎖されているっていうのが出てるんですが、これ100万人減少してるっていうと、なんか減ってるねっていう感じがするけど、もっと言えば、2016が150万ってことは、250万が150万になったということなので、ほぼ半減ですよね。半減しているという、自動車免許を取る人の数が半減してるって、これかなり大きい問題じゃないかなというふうに思うんですけど、そんな中で、人生相談もしていると。つまり、相談事があったら、お気軽に自動車学校来てねということで、いわゆる高校生、大学生の方の悩みを聞いていくと、例えばね、彼氏がいないんですとか、デートがしたいんですとか、モテたいんですみたいな、人生相談とか、進路の相談とかあったりするんでしょうね。で、その中で、人生相談もするんだけど、やっぱり車の重要性っていうのが、その中でやっぱり語られていくんじゃないかなと思いますので、そういうフロントの持っていき方っていうのも、なかなか面白いかなというふうに思うんですよね。このようなことが口コミ読んで、今では6年連続だったかな、ナンバーワンの自動車学校になっているということで紹介されていました。はい、なかなかね、真似できないことなんですけど、フロントとして悩み相談を受け付けるっていうのは、やはり大きいなと思いますね。ぜひ参考にしてみてください。集客コンサルタント、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。